はい、では授業を始めましょうか。今朝、授業ですね。普段は、夜なんですけれども、今回は今朝にすると思うんですけど、なぜかというと、このマイクの問題があって、それでその、パソコンはですね、この Mac、パソコンね、認識できないんですね、そのマイクですね。まあ、いきなりだったんですけれどもね、中国語の練習の後、日本語をやろうとして、で、いきなりこの録音はですね、見てみたら、あれ？なんで録音してないんだ？ね。最初は録音できたんですけれども、なんか引っ張ってしまったようなんで、それで、その、録音はですね、続けてこれなかったんですよ。で、じゃあ、そうすれば、どうすればいいんだろうな。新しいマイク、買ったらいいと思うんですけれども、とりあえず、このパソコンの、持ってるね、搭載されている、こういう、自分のマイクあるから、ただ前にやったことあるし、そしてその出た録音は、その余計な音が出るからですね、その、うるさくなってるんで、だから、とりあえずこれやってみて、そして、その、なんだろう、その、新しいマイクとかね、持って、来て、買ってきて、それを直せばいいと思いますんで。はい。ではね、昨日はですね、天気予報として、そうだな、今日雨が降ると言ったんですけれども、雨はいつ降るかというと、昨日の夜か、今日の朝ですね、そう言ってましたんで、ただ、そうだな、雨が降ると午前6時の前に、雨が降ると言ったんですけれども、実はですね、雨が降ったのは時間として午前6時20分頃なんですからね。それで、僕の言ったことは20分。20分の違いがありましたね。20分違いとは言うんですけれども、そうだな。とにかく雨が降ったんですよね。で、なぜかわかるかというと、まずはですね、雲をですね、あるからですね。その雲は、白くて、まるでその天、なんだろう、その空ね、空、見えないようになってね、空は青いでしょ。で、雲がいっぱいあって見れなくなったんですよね。そういう状態なんで、あとは、その風もですね、強い風もあるし、だから、その風プラス雲ね、雨が降るという予測してしまいますね。時間として、少し、その雨がですね、遅れてたんですけれども、降ってきましたんで、意味として、その、もし家から出ると、ちゃんとその床のところを気をつけて、傘とか持っていけば、それを忘れないようにしてくださいとか、あと、そのレインコートはですね、自分はですね、傘持っていかなくてレインコートを使うんで、なぜかというと早いですからね。風持っていくと、風じゃない、傘ね、傘持っていくと、そうだな、その、刺すはいいんですけれども、その返すのはですね、どうするんですかね。で、レインコートの場合だったらば、ある程度、それをフードあるから、で、それをだけね、使っていいんですよね。だから、そういうのは、ありますね。はい。そして自分は何を使うかというと、そのレインコートの方なんですね。はい。で、次はですね、そうだな、この過去のことなんですけれども、
そうだな、その時間ですからね、時間ね。なんでだろうな、気づいたんですけれども、動画はですね、いっぱいあるんでしょうね。その、YouTube で、こういう動画ですね、いっぱい見れるんですけれども、で、結局、その好きっていうか、気に入ってる動画いっぱいあって、どういうふうにその全部見れるかですね、という問題になってね。で、思い出したのは、その、本もですね、前も、こういう問題があったんですからね、いっぱい本があって、それから分厚い、本もあるし、どうすれば、こんなたくさんものを読めるかですね。だから、人々はですね、それもね、まあ、気づいて、動画とかも、あるいは、その、解説ね、解説を、書く人たちになるわけですからね。というと、短い文で何言ってるかですね、それを、書いたりするようになるんですからね。ただ、その、例とかですね、まあ、あげない時もあるからね、短い解説だけで何言ってるかですね、ただその、例えばその分厚い本の例ですね、あげるから、それ書いてないよ。ね、だから、その分厚い本の方までも、見てみないといけないですね、読まないといけない、っていうわけなんですからね。はい。で、動画の場合だったらば、まあ、そういう、ことをする人もいると思いますが、そうだな。その、例えば、実際に、何日間かかるイベントとか、その、ゲームスコンとかね、イベントあるじゃないですか。でね、その動画を作る人たちは何言ってるかですね、その、ゲームスコン、そのイベント、で、見れることとか、その、感想とか、それを話してる。ね。例えば、IGN Japan とか、そういうことをやってるでしょ。つまり、その、何日間かかるイベントは短くするわけですね。その、時間としてね。で、時間といえば、人たちはやっぱり、そういうことでして、まあ、かなり、考えてるんですからね。その、時間のことですからね。その、投資取って、結局、その、持ってる時間は少なくなってるんですよね。仕事あるからですね。その、時間はどうすれば十分に使えるようになるかですね。そういうふうに考えてしまうでしょう。で、そうすると、ある、まあ、その、その中にいる人たちもですね、いろんな、話というか、ストーリーとかもですね、まあ、フィクションという、場合もあるんですけれども、どういうふうにその時間を、なんだろう、その、先ほど言ったのは十分に使おうかって言うんですけど、まあ、今回はその時間ですね、その元っていうか、まあ、過去ね、過去に、戻るっていうか、なんか、その、過去にあるところを、その、改良か、あるいは変更したいっていう気持ちですね。その、先ほど言った、ストーリーの中で、こういう主人公ですね。そういうことをしようとしてるんですからね。で、過去に戻って、その、あんまり良くないところをね、変える、という人もですね、ただそうするとその今の存在はなくなる、結果もあるんですって。だからそれはダメなんだよな、そうするともう自分はどうなるんですか、もう存在しなくなるんですからね。で、科学の、文章というか、まあ、研究によるとやっぱりそれはダメなんだよな。僕らはですね、前に進まないといけないんだ。ね。でね、じゃあ、その過去ってどうだろうな。もう、そういうことは、できないか。でもね、ある研究によると、それは、
この方法で、できるんでして、まあ、これは、考えのままになってんですけれども、実際にそれのは、今のところ非常に難しいから、とにかく考えとしてできるのは、前に進んで、進んでいって、その最後のところに、着いたら、そして、それでもね、もうすでに最後のところにいるんですけれども、どうしても進めたいんだったらば、で、進んでしまうと、その、見つける、ところは、その、まあ、その時間として何だろうというと、その、元のところにね、戻るわけですね。その元のところって何だというのはその過去のことなんですけど、ね、過去のところに、戻ってしまうという、話があるんですけれども。でね、そうするとですね、これね、スペイン語の授業でちょっと、話してみたんですけれども、そういう人はですね、どうしてもこういうことをやりたいって言うんだったらば、なんかね、その夢みたいなことになっていると、僕らもですね、聞きたいのはなぜだろうな。なぜかって言うんですよね。で、このなぜは、やっぱりその、この人の過去に関係あるなんだからな。例えば、その子供の頃とか何かのことをですね、悪いこととか、あるいはそのあんまり、今でもですね、余計に後悔しているところとかですね、まあ子供だけじゃなくて大人になってもね、そういうところもあるし、で、どうすればですね、そのところをね、改良したい、改良、変更したいって、言うんだから、そういう風になってるんですよね、その、過去に戻れたいという気持ちになってね、それで、この、行動って、やっぱり、その、この人に、この、心理学的なものがあるからですね。で、やっぱり、そういうところはですね、そうだな、その、人の、人の、その人のこういう、こういう芸人としてね、こういう芸人として、そういうふうにやってるね、分かるようになるんですけれども、実はその芸人は過去に関係あるん なんだよな、はい、そういうことなんですよね。はい、では授業はここまでしましょうか。今夜も、今夜じゃないな、今朝もありがとうございます。